そう、告知画像をさ画面に出しておきたかったんだよ。告知画像はこちら。なんかローレンさんってこんな顔すんだ。やっぱ好きな子の前とかがこういう顔すんかな。ということでローレンさんもねホワイトデーの多分ボイス出されてて、グッズもねローレンさんは出されてるんで、どうぞよろしくお願いします。未来人のかなえちゃん呼び好き、なんかよく言われるんですけどね、何なんでしょうね、かなえチャンネルの略なんですけど。ちゃん付けじゃなくて略なのか。かなえチャンネルの略です。本人はなんでそう呼ばれたか分かってねみたい。あー、まあ真面目な話、真面目ってなんだ、ちゃんと答えると、え、なんだっけ、私もともとかなえさんだったはずです。かなえさんがかなえくんって呼んでて、なんだっけ、配信に載ってるかは分かんないんですけど、かなえちゃんが西三次の中であんまりかなえちゃんって呼ばれないんだよねみたいな、ごめんなさい、マジでちょっと記憶がおぼろげーなんですけど、あのそのようなことをおっしゃってたんで、ほならばねと思って、そっから確か呼び始めたような記憶があります。まあちょっと全部妄想かもしれませんが、全部夢の話だったらすいません。あー確かにわらべだーのが映ったのもあるかもしれないですね。ゆんちゃん、ゆんちゃん、マジでねー、ひまちゃんがうめえのよ、ディーバが。マジでマジでディーバがうまい。めちゃめちゃでっけえ背中だった。ディフェンスマトリックスあるじゃないですか、ディーバの。あの、なんかあらゆる投げ物を消すっていう能力。あれの使い方とウルトの使い方がうますぎる、ひまちゃんは。本当に。ウルトだってちゃんと刺してたしね、打つだけっていうわけじゃなくて。ちゃんとなんかワンピックとか、もう二人まとめてとかってやってたし。ポンポンピッピはすごいのよ。あと、KNT フーラね。KNT フーラのアッシュとかのさ、安定感っていうの、だから絶対キル取ってくれなっていう、しっかりしてたよな、ちゃんと。エイムもいいけど頭もいいよね。すごく賢い立ち回りをずっとしてるなって思った。一つ一つの選択が早いし、うまい、ゲーム力なのかもしれん、これは。KNT リリさんとまたやりたいって言ってた。何を、オーバーウォッチ。まあもう無理だろうね、ソロでランク回そうなんて。未来人のあったかヒールを浴びてしまった人間はもう一人でランク回そうなんて無理でしょうよ、かわいそうに。ちなみに私も無理ね、もう。まあまたでミリオンマンで遊ぶこともあるんじゃないかなって言っても、ちょっとね、みんな多分今月来月は忙しいから、私含め。まあまあまあ気長に待ってもらってって感じかな。あとかなえちゃんかな。かなえちゃんは偉い。未来人的にはもうこれに尽きる。かなえちゃんは偉いよ、ファラ押し付けられて。でもちゃんとファラ使えるようにしてたもん、この短期間で。本当に偉いよ、あさってコンサートなのよ。あっていう面ではローレンさんすごいいい選択をされるなって思った。ファラを使わせるっていう判断がなんか刺さってたんだなって思う。実際結構相手苦しめられてたんじゃないかなって思うし、そのファラの対処とか。ファラ、トールビオン、シンメマンってピックプール、クソキモいからな。メインまで出る可能性あったからな。ワンバンハイでやっぱり一番ゾーンに入ってたのはかなえちゃんじゃないかな、確かに。みんな活躍したんだけど、かなえちゃんは相当いい動きしてたと思うな。そのワンピックとかさ、その攻撃的な面において。もうラインハルトで突っ込んで爆散するカナカナはいないんだ。そんなことしてたんだ。で、ローレンさんは声がでかい。マジででかい。褒めてます。やっぱね、でかい声で、なんか、マジマジマジとか言われると、ハッてするもんなって。私もさ、なんか、こうやってやらせてもらうまで、なんでこんな、なんか、みんな、キャラ名連呼してんだって思ってたんよ。そんな言わんでもわかるやろと思ったけど、やっぱやってるとね、あんまわかんないのよ。あんまわかんないは違うかな。なんかね、こう、頭に到達するまでに時間かかるみたいな。いやもうあんま褒めたくないんだけど、ローレンさんはすごいよ。すごいし偉いよ。何聞き返しても全部返してくれるし、教えるのすごくお上手だと思います。わかりやすかった。ちゃんとわかりやすく教えてくれてたね、きっと。1試合分のフィードバックをテキストでなんかめちゃめちゃ長文で送られてきた時は、さすがにこいつマジかって思ったんだけど。いやでもね、すごい
引き締まったね。あ、いや、やらなきゃって、頑張んなきゃって思った、いい意味でね。コーチの熱量やばすぎる。いや、そう、それだけの熱を持ってやってくれるんなら、こちらも抜かねば無駄王というものっていう気持ちだったな。ちなみに V 祭はね、マジで昨日だっけ公表されたの、渋春さんの配信でそのチームの発表みたいなのあったんですけど、昨日誘われましたね。意味がわからん。渋春さんの配信が確か20時予定でしょ、18時ぐらいに声かけられてるわ、やばくない？まあでもこれがあれですよ、今流行りのプラチナ狩りですよ。未来人ふっからすぎる。いやーね、なんかね、時間で言われるとさ、まるで、あ、もう行きます行きますみたいな感じになるんだけどさ、私これ返事めっちゃ待ったからね、これ。いや、めっちゃっつってまあ数時間だけど、なんだろうな、最初その、まあ、V 祭どうって言われて、なんかかなえちゃんが、なんか、なんだろうな、かなえちゃんにお誘いいただいたんですけど、やる気のある人を探してますみたいな感じで聞かれたんですよ。もう一旦日程教えてくれと、まずスクリームから本番の期間をとりあえず、でそれで教えてもらって、ちょっと寝かせた。ちょっと返事無視した。私やっぱり去年の V 祭ちょっとね、あまり自分は活躍できなかったなっていう記憶があるので、まあ、あまりうまくいかなかったっていう記憶があるので、かなえちゃんもローレンさんもすごく FPS がお上手な方じゃないですか。でその2人がやる気のある人間を探していると、でこれってめちゃめちゃ重いことだなって思ってて、もう平たく言えばやる気があるっていうのってめちゃめちゃ簡単なんですよ、個人的にはね。そう思います、やる気があります、あ、全然出れますよっていうのはすごく簡単なことなんですけど、きっと2人は勝ちたいんだなって思ったんです。いや、みんなそうだと思うんですけどね、すいません、言葉のあやです。これは本気で勝ちたい人間に対して私がどれだけ報いてあげられるのかが、その時の自分的になんかどうしてもすぐ行けますとか言えんくて無視した。一旦ちょっと、いや、これちょっと考えさせてもらおうと思って、とりあえずそのなんか一応その自分の予定的にカスタムから本番まで日程参加できますまでディスコードに打ち込んでたの、送ってないけど。でやるかどうかはちょっと今日考えて決めるかと思って寝かせてたら、その後にかなえちゃんが、まあ、なんか時間経ってから私何も返してないのにやろうよってチャット送ってくれたから、その後に、ね、やりますって送った。じゃあやろうってなった。そうね、背中押された形ではあるのかな。かなかながリリチ IGL、 かなかな副 ICL、 ロレ火力言ってて笑っちゃった。バカなん、コンサートで忙しすぎて脳焼かれたんか。